つつ、ここからが本番というところね。私なら、このゲームを数分でクリアしてみせるわ。見てなさい。ステージが切り替わるときは、気をつけようね。お姉様。やっぱりノーマルモードでやる？やるじゃない。このスリルを待ってたのよ。このスリルを乗り越えてこそ真のカリスマだわ。無駄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 。お姉様、キャラ違くない？あら？あれは何かしら？ああ、あれはこの後で手に入れるスキルでゲットできるようになるよ。そうなの。名残惜しいけど、先へ進めるわ。まだ一面だからかしら？この程度の敵ならたとえ私機というやつでも全然余裕だわ。序盤はどっちかっていうと一発でやられる辛さより、MP の方がきついと思うんだよな。でも、今は何を言ってもきっとわからないよね。あら？なんか壁が壊れたわ。隠し通路だね。入ってみてお姉様。MP って書いた砂時計があるわ。ダンジョンにはステージごとに HP と MP 増加のアイテムがあるよ。HP は渡し機だから関係ないけど、MP はナイフを投げる量が増えるから積極的に取っていきたいね。さあ、どんどん先に。待って、お姉様。ここは一度セーブしに、電話のところまで戻ろう。セーブさえしちゃえば、MP も前回の状態で復活できるから、後々きっと楽になるよ。ナイスアドバイスだわ、フラン。さあ、ドキマ最高マグミのおとおりよ。さあ、次にこのナイフの餌食に。ちょっと待って、ナイフが投げられないわ。MP がいつの間にかゼロに。昨夜、とりあえずタックルして敵を。MP がなくなるとナイフが投げられなくなるよ。一応、通常時に敵に急接近するとアーブレイズが獲得できて、MP と HP が回復できるけど、お渡し機だから敵に近づくだけでかなりのリスクだよ。あと、ずっと止まっている MP は回復できるけど、あんまり実況プレイには適さないから、お姉様には内緒だよ。わなぁ。すみゃぁ。わなぁ。キン。全然先に進めないわ。ナイフ温存もできないし、どうしたら。お姉様、そこ上に行ってみて。え？ああ、こんなところにまだ行ってないところがあったのね。気づかなかったわ。ダンジョン系ゲームのあるあるだね。あら？これって前のパートで出てきた変なロボットよね。ふう。テスト飛行は成功だね。ニトリもこのゲームに登場しているのね。これ？私が作ったロボットだよ。ところで人間。こんなところで何をしているのさ。ちなみにこのニトリも偽物みたいだよ。でも、昨夜はきっとこれにも意味があるって思ってるみたいだね。いろいろと事情があるのよ。そっちこそ何をしているの？まあ、このゲームの私はかなりカリスマだから、きっとこの後ニトリが超かっこいいロボットを出したり、昨夜をパワーアップさせてくれたりするお助けキャラじゃない？お姉様鋭いね。今、ニトリから時計をもらったんだけど、このアイテムを使用すると時間を数秒だけど止めることができるよ。あら、案外序盤に昨夜の能力が復活するのね。しかも、時間を止めている最中は MP じゃなくてタイムっていう数値が減るから、単純に手数が増やせるよ。もちろん、時を止めている最中はほとんどの敵が止まっているから、安心して攻撃できるね。何それ、もうこれでこのゲームは攻略したも同然じゃない。まあ、時を止めていられる時間は少ないからやっぱりお渡し機は苦しいけどね。これは、私の時を操る力を制御できる。まだまだ私の本来の能力じゃないけど、仕方ないわよね。道具の力に頼るのは尺だけど、今はこれを使うしかないわね。お嬢様かわいい、お嬢様マジ天使。あと、右の方へ行ってみて。これって自販機かしら？
昨夜が自販機に近づくと、全回復できるよ。あと、隠し要素として昨夜が飲んだ空き缶をゴミ箱に入れることができればアチーブメントと、ほんのちょっとだけゴールドが回収できるよ。じゃあ、この新しい要素でガンガン進めていこう。さて、お姉様が悪戦苦闘しながらどんどんダンジョンを進めていくよ。ダンジョン攻略中は終わんなくなっちゃうから、どんどんカットしていくね。ふう、結構サクサク進めてこれたわね。新しいセーブポイントだわ。結局、これが一番ホッとするわね。あら？ニトリから電話がかかってきたわ。何を言ってるの？その電話を設置したのは私だよ。そうなの。時計は役に立ってる？とっても役に立ってるわ。それはよかった。ところで店の準備ができたから、いつでも来てよ。はい？だから、役に立ちそうなものを揃えておいたから買いに来てね。お嬢様好き。時計あげたでしょ？お金を持ってないんだけど。宝石を持っているだろう？それを買い取ってあげるよ。宝石？ああ、道中で拾ったこれね。それは貴重な資源だよ。とっても価値があるんだ。ところでフランちゃんも可愛いよね。やっぱりも。ニトリの場所に行くと、敵が落とした宝石を売ってゲーム攻略に役立つアイテムを購入することができるよ。ただし、このゲームで敵が落とす宝石は昨夜をパワーアップさせる能力があるから、売りすぎはあんまり良くないかも。ダンジョンにはセーブポイントの近くに敵が大量に発生する場所もあるから、レベル上げと宝石回収が安定してできる場所を見つけたら、宝石の売り時かも。あら？これって霊夢の神社にあるやつじゃない？これはワープポイントだね。ステージごとにワープポイントがあって、これでスムーズに別のステージを移動することができるよ。取り逃しや、先のステージで手に入れた能力でゲットできるアイテムもあるよ。何かゲットしたわ。スライディング？というか昨夜の足に物騒なものがついてるわね。昨夜の新しいスキル、スライディングだね。スライディング攻撃は MP を消費しないけど、敵に近づかないとダメージを与えられないからちょっと危険な攻撃だね。だけど、昨夜がスライディングすることで通れる場所もあるよ。なるほどね、序盤でミターのアイテムをゲットできるようになるわけね。そうそう。じゃあ、早速ゲットしてみよう。スタンナイフだね。MP を10消費するけど、縦方向に攻撃することができる貴重な攻撃方法だよ。あら？なんか随分高いところにアイテムがあるわね。これはとてもじゃないけど取れなさそうね。きっと先に進めるとゲットできるアイテムね。なんだか HP アップのアイテムみたいだし、見送ろうかしら。お姉様、ちょっと貸して。え？別にいいけど、どうしたの？なんか取れる気がする。いやいや、あれは無理よ。どう考えても壁が高すぎるわ。フラン、人生には今の状態では手に入らないものもあるのよ。でも、先に進んで成長することで手に入れることができる日がきっと来るわ。だからこそ、私たちは毎日を一生懸命取れた。あら？また隠し扉だわ。お姉様が感情を失ってしまった。オートエイムだね。MP を30使うかなり燃費の悪い攻撃だけど、敵の方向へ自動で飛んでいくナイフだから、敵に囲まれた時に便利な攻撃方法だね。ちなみに複数攻撃スキルをゲットすると、ボタン変更でスキルを付け替えないと切り替えができない。ただ、この切り替え中は時が止まっている状態だから、この仕様も後半は使うことになるかもね。ママグフリー。ゲーム。かかとのひひ。稲川。かかとのひひ。赤いはずゲルドー。はぁ、はぁ。やっと屋敷を出ることができたわ。
あら、ここはセーブポイントと回復ポイントが一緒にあるのね。そうだねなんか緑がボス戦とか言ってるんだけど。そうだね我が妹ながら、わっつい顔してるわ。絶対、強い敵が待ってるわよね。ママよ。かかがでぼやー。